アルビジョア十字軍、アルビジョア十字軍、アルビジョア十字軍、フランス語、クアサットでアルビジョア、オック語、クローサーダデルズアルバイガシス、1209年から1229年は、1209年、南フランスで盛んだったイタンアルビ派、カタリ派と同義、南フランスの都市アルビからアルビ派と呼ばれたを、聖伐するために、ローマ教皇インノケンティウス三世が呼びかけた十字軍。 アルビジョは十字軍とも、他の十字軍と同様、宗教的理由と、領土欲の両方により主に来たフランスの諸公を中心に結成されたが、南フランス諸公の反撃の中で次第に、領土戦争の色合いが強まり、最終的には、フランス王類発生が主導して、王権の南フランスへの慎重に利用された。独自の文化を誇った南フランスは20年にわたる。 戦乱により荒廃し、フランス王の支配下に入ることにより北フラン文化の流入を受けることになる。もともとカトリック教会の聖職者の堕落に反対する民衆運動として生まれたカタリ派は南フランスと北イタリア一帯で活発となり、南フランスでは信仰の中心と見られた都市アルビの名前からアビ派と呼ばれていた。1147年。 教皇をエウうねニュース三世はアルビハの増えていた地域へ、説教師たちを派遣し、アルビハ神道を恩恵に、カトリック教会へ復帰させようとした。しかし、クレル号ーのベルナルドゥスなどのわずかな成功例を除けば、ほとんどの人が耳を傾けずに失敗に終わった。その後、トゥール教会会議、1163年や、第3ラテラン公会議、1179年において、カタリ派、 アルビ派の禁止が正式に決定された。当初は教皇が南フランスへ特使を派遣し、アルビ派信徒たちにカトリック教会への復帰を呼びかけるという方法が取られていたが、南フランスに拡挙していた領主たちが、フランス王権の及ばない派において、教皇庁の影響力を及ぶことを嫌い、その後押しを受けた地元の司教たちも、教皇施設の介入を拒否した。 アルビハの問題が政治問題化し始めたことを危惧した教皇庁は南フランスの司教たちの統治権を停止しカステルノーのペトルスを現地に派遣した。ペトルスはアルビハを保護していた世俗君主たちを破門したが1208年ローマへ帰還する途中で暗殺された。確証はないものの教皇施設暗殺はトゥールーズ博レーモン六世の指示であったとさている。レモン世は 同地の領主で、自らはアルビ派ではなかったが領民である、アルビ派の弾圧を望まず破門されていた。ここにおいて、教皇インノケンティウス三世は、アルビ派とそれを保護する南仏諸公に対する十字軍を呼びかけた、インノケンティウス三世が7年前に呼びかけた第4回十字軍も、結果として、キリスト教国である東ローマ帝国を征服している。当時、 アラゴン王国の勢力範囲はピレネー山脈の北に広がり、南フランスの領主たちの中にはアラゴン王を君主に抱く者も,も多く、カトリック教会やフランス王の圧力の下でアラゴン王に頼る子ができた。さらに、当時は結婚政策や相続の結果、一人の領主が複数の領地に領主を兼ねることがあり、その場合それぞれの領地を管轄する複数の 上位君主に忠誠を誓うことがあった。例えば、イングランド王、フランス王、神聖ローマ皇帝の三者を同時に君主と仰ぐこともあり、自分の利害に応じて頼る相手をたびたび変えることもできた。十字軍側でも、シモンド・モンフォールは、フランス王と、イングランド王両族であった。アルビジョア十字軍は、第五代レスター・博士シモンド・モンフォール、エン、 イングランドの議会政治で活躍した第六代、レスター・ハクシモンド・モンホールの父にあたるが葬式を取って、南仏・ラングドックを制圧した、初期、1209年から1215年、トゥールーズ博を中心とした南仏諸公が反撃した、中期、1216年から1225年、フランス王が葬式を取り、南仏を制圧した、中期、 1225年から1229年に分けられる。当初インドケンテウス三世はフランス王フィリップ二世の参加を要請したがフィリップ二世がイングランド王ジョンと神聖ローマ皇帝夫を四世との対立を理由に断ったため参加した北仏諸皇の中から武勇と宗教的情熱で著名だったレスター・博士シモンド・モンフォールが 強行特使のあるのをアモーリと共に指導者に選ばれた。1209年、北フッツを中心に各地から約1万の十字軍がリヨンに集結した。事態の容易ならざることを悟ったトゥールーズ博レーモン六世はアルビ派を規制することを近い十字軍に参加した。レーモン六世の老いにあたるカルカソンヌとアルビの領主であるレーモンロジェも十字軍との妥協を図ったが、拒絶されやむなく、 カルカソンヌに戻り防衛を準備した。最初の十字軍の攻撃は7月21日にベジエに対して行われ、翌日にベジエは陥落した。十字軍は約1万人の住民をアルビ派であるか否かに、かかわらず無差別に殺戮した。次の標的はカルカソンヌで、堅牢な城壁都市だったが、避難してきた周辺の住民で人口過密状態となっており、 水の手をたたれると、わずか一週間で降伏した。ここでは虐殺は行われなかったが、住民は町から追放された。これらの知らせに、周辺の都市、村は恐れをなしたため、十字軍は、その後ほとんど抵抗らしい抵抗を受けず、この年の秋までに、アルビをはじめとした周辺の都市、村を制圧していった。1210年に入って、近辺のラストゥール領主、 ピエール・ロジェド・カバルの抵抗を受けたものの、その後も順調に征服地を広げていった。しかし1211年に入ると、シモンド・モンホールらの十字軍指導者とトゥールーズクらの現地諸公が対立し、レーモン六世は再び波紋を受けた。これを受け、6月に入ると十字軍はトゥールーズを包囲、したが、堅固な要塞都市であったトゥールーズは容易には陥落せず、十字軍は 行為を解いて撤退した。勢いづいた、レーモン六世は、周辺の都市を回復し、翌年の終わりには、トゥールーズ白領のほとんどを脱回した。しかし、1213年に、アラゴン王ペドロ二世の援軍を受けて十字軍のこもる、ミュレを攻撃した際に反撃を受け、ペドロ二世が戦死するなどの敗戦により形成は、再び逆転した。1214年になると、 この年にブービーヌの戦いで、フランス王フィリップ二世が勝利している、レーモン六世と息子のレーモン七世はイングランドに亡命した。当初の約束通り、占領地は十字軍諸公が分け合い、シモンド・モンホールがトゥールーズ・博、プロバンス公となり、1215年までにほとんどの征服は完了した。しかし、現地の住民は北仏の占領者に不満を抱いていたため、 1216年に、レーモン六政府氏が南仏に戻り、給料の脱会を図ると、旧進や住民が集まりまたたく間に大勢力となった。戦闘は一進一退で、双方とも都市、村の奪い合いとなったが、1217年に、レーモン六政府氏は、トゥールーズ脱会に成功した。シモンド・モンフォールはすぐに、トゥールーズを攻撃したが攻略できず、 1218年の攻撃中に戦死した。あとは、長子のが継いだが、十字軍をまとめきれず少しずつ占領地を失っていった。1222年に、レーモン六世は亡くなるが、すでにほとんどの給料を回復していった。1224年に、息子のレーモン七世がカルカソンヌに入場すると、アモーリドモンフォールは、支配地を捨てて逃走し、フランスを類八世に、 すべての南仏、ラングドックの支配権を譲り渡した。大義名分を得たルイ八世は、1225年に、トゥールーズハクレーモン七世を、再び波紋に追い込み、1226年に、新しい十字軍を率いて、ラングドックからオベルニュ、さらには、当時神聖ローマ帝国領だった、プロバンスの征服に乗り出した。戦い疲れた。 南仏の諸都市はほとんど抵抗せずに降伏し、新生ローマ帝国領のアビニョンの抵抗はあったが、これも三ヶ月で制圧している。ルイ八世は十一月に亡くなるが、後を継いだ、ルイ九世、実際は摂政である、母ブランシュが十字軍を継続し、1228年には、トゥールーズを奪い、1229年にレーモン七世と、協定、ルイ九世の弟アルフォンスとレーモン七世の、 娘ジャンヌ・ド・トゥールーズとの婚姻及び将来の相続を結び、十字軍は集結した。1229年から遺端審問が始まった。アルビ派と認定されれば、家系となり、遺体が掘り出されて、家系とされることもあった。アルビ派であることを放棄すれば、命は助かったが、当時の人間にとって、信仰はしばしば命より重要であり拒否するものも多かった。当然不満は高まり、 アルビハは砦にこもり反抗する者が相次いだ。1240年にはカルカソンヌシシャクのコレーモントランカベルが放棄したが、いずれも鎮圧され、1244年までに反乱はほとんど終結した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。